どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、ジオダーウクレレのレビュー動画、ちょっと続けざまなんですけれどもね、数日前にアップロードしましたけど、また一本届いております。これはですね、ジオダーというジーラボウクレレのセミオーダー、を受け付けているんですけれども、その、セミオーダーしてくれた方のご希望があれば、ガズが、そのお客さんに届く前に一回こう弾いてレビューして、この皆さんに動画でシェアしてですね、お届けするというそういう流れの一環でございまして、このね、ジーオーダーめちゃめちゃいいですよ。世界で一本だけど、もうオリジナル木材とか選んでね、組み立てていくやつ、詳細、概要欄に貼っとくんで、ぜひ見てください。今回、シェア、皆さんにご紹介したいウクレレはですね、吉成様がオーダーしてくださったですね、ウクレレなんです。早速、行きましょうか。はい、はい、ハードケースです。もちろんね、セミオーダーウクレレはこのハードケースが付いてる、可愛いですよね。はい、じゃあちょっと見ていきましょう。よいしょ。この大きさだときっとコンサートサイズですね。開けていきましょうか。よいしょ。こっち向けて。いきますよ。はいはい、せーの。ドーン、ドクドクドク、ダーン。おっと、またナチュラルカラー。いや、これは、なかなか、なんていうのかな。清楚な感じっていうかね。まっすぐな、こう。で、よく見ると、こうやって見てもらうとわかるけど、ね、メイプルトップで、木目がこういうタイプの木目。数日前にアップロードされたものとはだいぶ木目の感じのね、流れが違いますけど、これはこう、なんていうのかな、こう、ちょっと、ね。こういうタイプの木目、同じメイプルでもだいぶ木目が違いますね。これも進捗状況をですね、モジャ川上とベトナムとね、今回オーダーしてくださった吉成様、事前にやり取りして、木目の確認もしながらということなんですけど、同じメイプルと雪でもだいぶ表情が違うというのがお分かりいただけると思います。あ、でもこの今回のウクレレ、ここのね、ロゼッタ、ここが、白鳥貝という、ちょっと白っぽいね、なんていうのかな、貝を使っている。あとポジションマークも白鳥貝なんでね。このなんか清楚な感じがしますね。ここの、ヘッドのマークも白鳥貝という白っぽい、ものでございます。で、今回はこれ薄レレですね。はい。で、見てください。このサイドとバックのこの木目が、もう本当に素晴らしい木目でございまして、ちょっとこれ、ね、せっかくですからちょっと引いていきましょうか。ね、見てこれ。はい。美しい木目。で、これピックアップ付きですね。ピックアップ付き。はい、アンプにつなげるよということ。ここのバインディングもメープルということでね、なんかすごいね、これもね、作るときめちゃくちゃ手間かかるんですよね。もうこれ、しっかり綺麗に収まって、我ながらジーラボウクレレ、いい仕上がりだなというふうに思います。はい。いい感じ。なんかこれは、だからつまりこれオールメープルボディってことですね。サイトとバックもメープルで、トップもメープル。このトップのメープルも角度によって木目がすごく浮き上がる。なんか、いい感じの。でも全体的にはこうなんかこう清楚な感じというかね、なんかいい感じですね。よし、じゃあ弾いてみましょう。想像できないこのボリューム、メイプルなんです。もっとなんか張りがある、なんかちょっとこうエッジが立ってるかなと思いきや、そうでもなくて、こうハイミドルっていうんですけど、中域の、ところがよく出てるかなと思います。なんで結構こう音が遠くまで伸びる感じのサウンドかなというふうに思います。これめちゃくちゃいいですよ、吉成さん。はい。なんて言うんだろうな。やっぱり本当一本ずつ同じ木材でも、全然ね、やっぱ天然木使ってるからね、ムードが全然変わるんですけど、なんかね、やっぱ本当に、選び抜かれた木材を使われて、本当に手仕事で、もじゃくんがね、もじゃくんはじめ G ラボスタッフがですね、しっかり作ってるっていうのがわかる。
いいウクレレだと思います。いつも言ってることですけど、この生まれたばっかりですから、まだこれでもですね、硬いんです。だん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 弾いて弾いて弾き込んで、もう時間が経つにつれて、この木の中に音が通って、だんだん、その人の色に染まってくる、育てていくウクレレになってますから、しっかり弾き込んで、楽しんでも一生使ってください。ありがとうございます。さあ、これもう大急ぎでお届けしますんでね。じゃあ、今回、吉成さんはですね、ハードケースにサインをいただければというふうに、お伺いしてますんで、ちょっとここにサインしていこうと思います。よいしょ。よし。じゃあ、ペンを出して、じゃあ、どこにしようかな。ここら辺にいっとこうかな。ワイルドに行きます。サインしました。バッチリ入っております。じゃあ、今から急いで、梱包してですね、発送しますんでですね、もうちょっとお待ちください。あ、いえ、ありがとうございます。で、今回やったようなこのセミオーダー、Gオーダーの、ご希望があればガズがレビューしますよっていうのも結構シリーズでやっております。他の方がどんなセミオーダーウクレレをオーダーしてるか気になりますよね。再生リスト作ってます。いっぱいかっこいいウクレレがありますからですね、ぜひ皆さん、再生リストを見てもらって、他のウクレレガズのレビュー動画を見てみてください。あ、そして、お知らせですけど、2024年11月11日ガズレレの日のイベント名古屋で開催ですよ皆さん。はい、詳細概要欄に貼ってあります。絶対に来てください。月曜日の平日ですけど、今から予定を組んでいただければ大丈夫だと思います。めっちゃ盛り上がるイベント、概要欄でチェックしてみてください。それでは皆さん、今日のレビュー動画はこれにて終了です。ありがとうございます。バイバイ。